ちょうど今、はい、デモムービーが始まったところですね。このデモもね、はい、そのフォトリアルを追求していく上でもすごくもうねリアルな表現、ライティングとかも素晴らしいと思います。もういや本当に一緒になんか実写映画が始まったのかなと思います。我々 の, あの RE エンジンと呼んでるもので作ってるんですけど、はい、バイオハザード7から採用してまして、はい、本当にリアルな表現というのが得意なので、細かなライティングだったりとかエフェクトとかの表現も含めて超絶リアルな表現になってますので、はい、そういったところもビジュアル面でもすごく楽しめるゲームになってます。そうですね、本当に、まあ、プレイの前にだって今の画面だけでもすごいって思わせる。そうですね、我々あの一見の価値のあるゲームを作りましょうっていうのが我々であの開発部の、はい、なんですかね、モットーみたいなのがあるので、本当にあのパッて見た時にあこれすごいんちゃうって思ってもらえるような絵作りっていうのは、はい、ぜひ、皆さんに見ていただければと思います。はい、はい、じゃあそんなお話の間に操作説明を覚えましたかね、はい、覚えた、始まりました、いっちゃいましょう、はい、これはネロですかね、はい、今回、はい、ですね、イースリーから紹介してもらってるネロ、こちらですね、ネロに関しては、はい、銃と剣とデビル、はい、ブレイカーを、この3つを巧みに使い分けることによっていろんなアクションが出てきます。あとですね、はい、まあ、デビルシリーズとしてよく、あるんですけども、挑発ポーズっていうのもありまして、はいはいはい、その挑発ポーズも、攻撃中に挑発するとよりポイントがもらえたりとか、はい、そういったお楽しみもあるので、本当にな、慣れてくるとまた次のレベルのチャレンジっていうものが自分でもできていくようになるので、単純に攻撃するだけじゃなくて合間に挑発を入れるっていう、そうなんですよね、そのコンボというか、はい、それらがポイントを貯めていくことで最後あれですよね、そうですその S ランクを目指していくっていう、はい、でゲームとしてもユーザーがしたことにできるだけ何かしら評価をできるようにっていうのを考えているので、はい、今ちょっと風船が映ってたと思うんですけれども、はい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 、何かチャレンジするとボーナスポイントみたいなのもあるんですね、はい、であそこにある風船とか全部潰すと、はい、風船全部潰したポイントみたいなのがあったりとか、なので、まあ、できることを自分で何かやりたいなと思うことをやると最後のリザルトのところで評価してもらえたりっていうのもあるので、スタイリッシュランク以外にもいろんな要素あります。いや、ちょっと平井さんにはスタイリッシュなプレーをねぜひ見せていただきたいなと思います。いや頑張りたいですよここから本番ですからね、ここから来ましたね、敵ができるかな、やってきましたね。いや本当でもムービーがすごいですね、はい、いや丸ボタンデビルプレイカー長押しで大攻撃っていう感じになります。これがあれですかね、ネロの特徴的な武器というか、はい、そうですね、で今回の TGS から、実金の中に、体現場の中に入れているデビルブレイカーの一つでこのパンチラインっていうのがあるんですけれども、はいはい、パンチライン右下に上がりますね、これがですね、まあ、簡単に言うとロケットパンチです。お打ち出せることができるのでもうこれは超絶中二感の漂うもう男の子大好き武器ですよね、はい、でこれがですね、はい、丸ボタンでパンチを打った後に、はい、丸ボタンをそのまま押し続けているとそのパンチの上に乗ることができて、サーフボード状態、いや移動にも使えるみたいな感じなんですね。そうなんですよ、でまたそれで攻撃のコンボもつながっていくので、はい、あ 今ちょうどなんか見てるやつ、はい、そうですね、ちなみに平井さんあともうデビルブレイカー1個しか残ってない状態4分の1になってますからね、はい、これあと1個ってことですかね、すごい使いました、はい、めっちゃ使ってくれました、ね、でこれがですね、はい、今回の体験版は最大4つを装備できるんですけれども、はい、それはゲームをしていく流れで数も変わってきますので必ずしも4つだけということではないですね、はいはいはい、あグリーンオーブ手に入れましょう、ね、まだちょっと敵残ってますよ、はい、華麗にあもはい、一撃です。あやっちゃった、フィニッシュアクション、はい、フィニッシュアクション的な感じ、ね、そうですね、で今回体験版ということもありますので、はい、そのデビルブレイカーを、マップ上に割と多めに配置してますので、戦う時にあまりその気にせずにどんどん今の平井さんみたいに使い続けていってもらえると、はいはい、次のところで拾うことも可能になってますので、なるほど、はい、じゃ あんまりなんかじゃもったいぶるよりかはどんどん使っちゃってもいいですよって感じ、ね、確かに今拾ってましたもんね、今回、はい、今回特に体験版なので、はい、そういったところを体験してもらいたいと思いますので、はい、もうガンガン使ってもらった方が、はい、ゲームの楽しみ方が勉強できるんじゃないかなと思います。そうですか、ここまでプレイしてみて平井さん感想は今のところ、今僕すごい雑に動かしてるんですけど、あ これでもすごい、これさっき言ってたあのパンチラインの、パンチラインの読み上げ、はい、すげえ、これ今敵いないですけど敵がいるとこのまま攻撃をね、はい、してくれるのと、あと挑発ボタンとかね、あ乗り続けるとそのまま爆発しちゃうっていう、ね、
はい、でここにもあの義手が落ちてるのでそのまま拾ってもらっていけると思いますね、はいはいはい、ぜひね平井さんにはあのボスをね倒してもらいたいと思います。わー頑張ります。そこまでぜひ見たい。あ、こちらにもありますね。あ、まだまだそう、あ、パンチないんですね。今回義手の種類がですね4つ、オーバーチュアーと、はい、ガーベラと呼んでるものと、はい、先ほどのパンチラインとあとバスターアームという、これが一番僕好きなんですけれども、はい、敵を投げつけることができるような、はい、義手もありますのでぜひ全部4種類のデビルブレイカーがある。そうですね、これガーベラですかね、はい、これね長押しで大攻撃ぜひここで使ってほしいですね。お、あ、壊れちゃいましたね、すいません、はい、でも またでもまだ3個ありますからね。そうですね、はい、あ、でもパンチないんだ。そうですね、あとあ、すごい乗ってる。あまりデビルメイクライシリーズを遊んでいないお客さんに対してですね、はい、割と入りやすいようなモードも用意してまして、はい、右スティックを長押しすると、はい、コンボをオートで出してくれるというモードに切り替わります。はいはいはい、あんまりそのちゃんとした操作を知らなくてもある程度は結構コンボを決めてくれるんですかね。今平井さんもガンガンコンボを決めて、ガンガン、ね、今 A まで行きましたからね。そうですね、やっぱりそのスタイリッシュポイントを上げる何かコツ的なものっていうのはあったりするんですか。やっぱり同じ攻撃にならずに、はい、いろんな攻撃を駆使して、はい、敵に対してダメージを与え続けていくことによってスタイリッシュランクがどんどん上がっていくのと、やっぱり攻撃を食らわないっていうことが一番大きな要素になりますよね。確かに同じ動きよりかいろんな攻撃をすることで動きにバリエーションがあるから見ててもやっぱりそうですね、かっこよさが、はい、我々のそのかっこいい定義としては、いろんなことしてるのがかっこいいみたいな、はい、そういったことで評価の対象になってますね。しかもそんな、ね、連続のコンボの合間で挑発とか入ったらめちゃめちゃかっこいいですね。そうなんですよ、ですから本当に上級者の人たちコンボつないでると、はい、コンボの間に挑発ポーズ入れてくると、はい、本当に見ててもかっこよくて、そうですよね、それちょっとかっこいい、はい、目指したいプレーですね、そこは。そうです、そうです。どうですか平井さん、 B ですよ。なかなかね、はい、取れない。おー、かっこよかった。おー、なんか今かなりガチャプレイですよ。そうです、じゃあ一度右ボタンをな、右スティック長押しでオートに切り替えてみましょうか。ありがとうございます、はい、あ、今じゃあ完全にマニュアルでやってたってことですね。マニュアルでしたね。じゃあここで右スティックを仕込むと、あ、でもスタイリッシュポイントさっきより高いですよ。さっき2900円。あ、今ちょっと出ました、消えちゃいました。もう一度長押ししてもらう。はい、出ました。これでオートモードオンですね。これで三角ボタンを押し続けると攻撃をコンボ、いろんな攻撃を繰り出してくれるので、一度これで敵の方に行ってみてもらうと、はい、あ、ここにもあの義手、あのデビルブレイカー落ちてるので拾っていくといいですね。これがバスターアーム、これを敵がね投げつけれるんで、これも楽しいですね。左側の方にもありました、今もう一個落ちてますね、はい、バスターアーム。これ一応ゲームの設定としてはニコというキャラクターがこのデビルブレイカーを作ってるんですけど、はい、彼女が、ネロが戦ってるのがその義手壊れちゃうだろ、だから俺投げといてあるよみたいな、私投げといてあるよみたいな感じでマップ上にちょっとね投げといてくれるんですよね、はい、一番最初に出てきたあの女性の方ですかね。そうですね、はい、あ、でもなんかすごい繋がってる気がする、さっきよりもね、一気に A まで来ましたね、すごいすごい。 EX アクトと呼んでるそのチャージもですね、いいタイミングで、はい、攻撃中にいいタイミングで押すとすぐに溜まるのがあるんですけど、そういったところも全てこの、三角ボタンでやってくれるので、はい、超絶かっこいいコンボが三角ボタンを押すだけで決まっていくと、はい、ただしですね、あの回避行動までは、はい、オートでやってくれないので、回避は自分でやりつつ攻撃をかっこよくするという感じで使い分けてもらえると、まあ、慣れてくるんじゃないかなと、まあ、こういうアクションがあるんだなっていうことを、ね、はい、知れるってことですもんね。じゃあ後でマニュアルでも試してみようっていう、はい、でマニュアル その入力もこの状態でも受け付けているので、オートだからで完全にオートになってるわけではないんですよね。なのでちょっとスキル試してみたいなと思った時にはこの状態のまま入力してもらえるとちゃんと自分の意図通りのものも出せるんですね、はい、なんかすごい気味の悪いものを手に入れましたね。気味の悪いものでポッケに入れてましたね、はい、これそうですね、はい、後ろに戻ってもらえると、戻った方がいい感じですかね。まあでも順調ですよね、はい、言っても。やった、このままちょっとボスを、あ、この右のところに
でさっきのあなんかさっきの気持ち悪いのを埋め込むと、わわ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 どうですか、操作した感じ、自分の思う通りの行動できますかね。うん、あの今めちゃくちゃ簡単です。はい、はい、ここにもあの、まあね、義手1回デビルブレーカーをしてるんですけれども、はい、もう次が、ボス戦になってるので、はい、このまま行くか今落ちてるそのデビルブレーカーに入れ替えるかっていうことも考えてもらってもいいと思います、ね、自分の好きなものにしておこうみたいな形ですかね、はい、で装備してるやつを壊す方法がありまして、自分でそのですね、L1 ボタンで、はい、デビルブレイカーを、はい、装備しているデビルブレイカーを強制的に外すことができるんですね、まあ、それ壊れちゃうのでもう使えなくなるんですけど、はいはいはい、それで壊して4つ持ってたら3つにして1個だけ拾いに行くとかってこともできます、はいはいはい、まあ、自分の本当に好きななるべく使いやすいものに変えておく。そうですね、やっぱりどういう対戦するときにどういう攻撃をしたいかっていうのはある程度事前に頭で組んでおいた方が攻略につながると思います、はい。そしてすんげーのがなんか来ましたよこれがボスですかね。これボスですね、はい、このステージのゴリアテというボスになりますね。このネロの余裕がまたかっこいいですねもう超余裕ですね、目の前でこんなのが来てるのに。ネロの設定としてはその、はい、デビルメイクライ4の時がまあ若い10代後半ぐらいのお兄ちゃんだとすると、はい、もうこのデビルメイクライ5ではもう青年になってもう成熟した状態で、はいはいはい、アスリートでいうと本当に一番活躍する脂の乗り切ったところ、そうなんですよ、超絶動きにがもう、はい、卓越した状態になっているので、はい、もうほぼ無敵状態な自信を持ったアスリートでいうと本当にトッププレイヤーみたいなイメージになってます、ね。はい、本当以前ね、この時には本当に若さあふれるだったところが本当に脂が乗り切っても、ね、今もう気持ち的にもかなり余裕がある感じなんですかね、はい、めちゃめちゃかっこいいですよ本当に。でこの、キャラクターに関しては実写の人物をキャプチャーして、はい、作ってるので、もうまさにこの顔の人が現実世界にも存在するという。あ、そうなんですよ、はい、かっこいい、いいな、そんな顔で生まれたかったな、はい。でそのデータを利用しまして、はい、カプコンブースにおいてはですね、はい、この1分の1フィギュアを作りましたので展示してますので、ぜひ、ね、写真撮りに、ね、はい、写真を撮りに来てもらえたらと思います、はい、超かっこいいです。そんな中、あ、始まりました ね、 まましたね、ゴリアテって出てましたね、ゴリアテ、はい、さあこれをどう攻略するのか。白井さん、お、後ろから後ろから、あ、でもなんか決まってる決まってる、そうですね、今まあ、はい、オートになってるので、もうこの隙にちょっと敵の攻撃するところだけうまく回避してもらいながらコンボを決めれれば、ある程度攻略の糸口は見えてくると思います。なるほど、確かにオートだから、まあ、コンボはある程度は出してくれるんですよね。あ、何回か当たるな、まあ、やっぱりその回避をちゃんと、そうなんですよ、回避行動もジャンプするだけでも回避になるので、はい、あまりそのテクニカルにならず、僕はい、このステージはですね、はい、屋上から室内でまた外に出るっていう形で、はい、いろんな造形の変化も楽しめるような感じだと思います、ね、これ今使ってるガーベラのため攻撃をここで出せると相当ダメージ与えれるんですけど、はいはいはい、ただあまり余計なこと言うとあの体力削られちゃうんでちょっとお任せしようと思います。あ、どうすれば任せるんだろう。でも A ランク、 A ランクまで行きますよ。あ、逃げた方がいい、逃げた方がいい、逃げた方がいい、やばそう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 、おー、あー、おー、外に、外に、やべえか、おー、外に逃げた方がいい、あつ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 、その代わりにあのデビルブレーカーを1個献上しちゃう感じですね。なるほど、今画面の左にもデビルブレーカーが出ましたね。ここでまたちょっと補充できるってことですか、はい、あ、ありますか、あります。あと体力回復のグリーンオーブもステージ中に落ちてますんで、はい、あ、じゃあちょっと取っとかないと、はい、結構減ってきちゃってるから、なんかねちょっと減っちゃいましたね、減っちゃいましたね。これの今回の
今回の体験版の醍醐味としてはバスターアームで最後ゴリアテをぶん回して投げるっていうのができるんですけれども、はいはい、それをするためにはゴリアテを一回気絶状態にしないとダメなんですね。ある程度攻撃を与えて、はい、ゴリアテがうずくまって動けない状態にすると、はい、このバスターアームを使って尻尾を持って振り回して投げると。このでかいの、はい、それ PV でもやってるんですけども、はい、それが実際にご自身でできると。これが決まると超絶気持ちいい。平井さん、はい、分かりましたね。もう一度それもう一度教えてください。とりあえずグリーンオーブと偽証を取っときましょう。あれなんかね、なんかすごいことなんか腹の中になんかこれ弾打ってきますよ、腹から。お、大丈夫だった。ゴリアテのこのね、はい、大振りの攻撃割と当たっちゃうんで、あのモーションに入るなと思ったらもう逃げた方がいいですね。はいはいはい、安全当たっちゃいます。当たった、はい、やっぱ当たる。で基本的にはまあ背中に回って攻撃するっていうのが一番ヘタレプレイにはなるんですけど、まあそれを狙うっていうのがいいかなと思いますね。まあまあそれで一番食らわないってことですよね。あ、今ここで、はい、これが今うずくまってる状態なので、はい、今ここでバスターアームを使えるといいんですけど、今バスターアームを装備していないので使えないっていうね。あ、今使えるけどもう遅かった、もう遅かったっていう。あ、さっきのが気絶状態ですね。そうです。なるほど、なるほど。動かない状態ですね。で本当にアクションゲームの面白いところってこういう感じで、やりたいことが、まあ、できなくても次もう一回やりたいっていう気持ちになるので、同じステージでも本当段階でもやり直して、うん、より自分のスタイリッシュなプレーっていうのを目指せるっていうのがこのゲームのいいところかなと思いますね。はい、単純に倒すだけじゃなくて、いかにあれでスタイリッシュポイントを稼いで倒すかってことですよね。最後にそれが結果として出るわけですね。そうなんですよね。ですからそれはね、自分だけの楽しみじゃなくて人に見せても楽しめるような感じになっていくので、昔のアーケードゲームとかもそうだったと思うんですけども、確かに周りのお客さんというかね、他の人たちがいて、でちょっと自分いいプレイしたいなっていう気持ちがこう欲が出てくると、よりゲームが楽しくなっていく。そうですね。これでももうちょっとで倒せますけどね。本当いけそうですね。ギリギリですね今。もう一回気絶っぽい感じにならないかな。どうにかね。今ちょうどマスターアームだから。そうです。普通に攻撃を、連続でつないでも気絶してくれるので。あ、いけ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 。もう気絶してしまえば。あ、でも丸ボタンで投げ飛ばせますからね。ライフがやばい。あれ、大丈夫。まだやれる。逃げろ。あ、来た。あーダメか。あーじゃ、くそ惜しい。あ、もうでも倒せますね。倒すのは倒せそうですかね。一旦もうちょい。あー、あ、おお、見つけられた。やばい、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 避けた。素晴らしい。ああいう風に、かっこいい。お、最後バーンって決まった。かっこいい、かっこいいですね。最後バーンでしたね。投げれなかった。まあでもそういう投げたいとかっていう目標を持って対戦して、もしできなくてもじゃあもう一回やろうって思ってもらえるだけでもすごく楽しいと思います。かなり盛り上がったんじゃないですかね。ですね。いや見せてもらいました。すごいいいプレーを。まあでも後半ずっとオートでしたけどね。まあでもオートが悪いわけではないので。B でしたかね、今リザルトね。あ、B ですね。まあ大体の人ね、A ぐらい行くんですけどね。あれ、もう一回、ちょっともう一回やりたいな。次は A を目指して頑張ってください。